エトラちゃんは見た。俺は大学生のクルキ。今日は幼馴染のカリンと二人でハイキングに来ている。いい天気。思い切って遠出して正解だったわね。ああそうだな。あそこに売店あるじゃない。ちょっと飲み物買っていい？うん。よし、今日こそは言うぞ。絶対にカリンのことが好きだって。この日俺は片思い中のカリンに告白しようと決め込んでいた。俺たちは実家が近所なのもあってずっと友達のような関係だったが、鬼ごっこしよう。いいよ。中学くらいからカリンを異性として意識し始め、思いを伝えられないまま今に至るのだ。もっと早く告ればよかったけど、万が一振られて今の関係が終わるかもって思うと怖いんだよな。すみません、お会計お願いします。はーい。あら、あなたたちカップル？え、仲良さげだからそういう間柄かなって。よく間違われるけど全然そんなんじゃないんですよ。ただの友達です。やっぱ脈なしなのかな。ところであなたたち、ここの町民じゃなさそうだけど、そこのハイキングコースを通るつもりなの？ええ、まあ。じゃあ気をつけないとね。この森、いわくつきなのよ。え？実はね、あんまり表沙汰になってないんだけど、今まで何人もあそこで神隠しにあってるの。神隠し？ええ、道の途中でね、もう神主さんもいなくなった廃神社があるのよ。そこの前は決して一人で通ってはいけないと言われてるの。一人で行けばそこに住まう人ならぬものに連れ去られるとか。とにかくそこの前を通るときには手をつないで身を寄せ合っておくことね。まさかそんな。そうですか、教えてくださってありがとうございます。いやーね、行く前から怖い話聞いちゃった。そうだな、今日はもうやめとくか。ここまで来て何言ってるのよ。行くに決まってるでしょ。なんだか出鼻をくじかれたような気分だったが、俺たちは予定通りそのハイキングコースを進むことにした。そしてあった、あれが廃神社だな。まああんな話嘘だとは思うけど、一応手つなぐ。早く通り過ぎよう。そうね。よかった、何にもなかったな。何よクルキ、ビビってたの？え、いや別に全然平気だし。何？何あれ？カリン、危ない！いったたたた。カリン、大丈夫か？平気。クルキは？俺も大丈夫。よかった、怪我がなくて。それより、どうする？これ登るには危ないよな。見てクルキ、あそこ道になってない？本当だ、進めば民家があるかもしれない。行ってみよう。うん。それにしてもさっきの何だったんだろうな。こっちを見てるみたいだったけど、まさかさっきの話に出てきたやつかな。人ならざる者が、神隠しが。ここを出たら真っ先にお祓いやってくれるお寺さん調べよう。クロキ、どうした？あれ、うん、うん、命惜しくば立ち去れ、赤様がお前を見ている。赤様って、あの神社に祀られてた神様の名前か。なんだってこんな。クロキ、クロキ、どうしたんだよカリン。あそこ、あの小屋の後ろ、何かがあそこに隠れたの。え、もしかして人なんじゃないか。俺が行って道を聞いてこようか。ダメよ、どんな人かわからないじゃない。もしかしたら人じゃないかもしれないのに。
そんなこと言ったって。ごめん。私、今、結構怖くて。お願いだから、私のそばを離れないでよ。カリン、あの気丈なカリンがこんなに怯えてる。こんなカリン初めてだ。よし。大丈夫だカリン、何かあっても絶対俺がお前を助け。え？うわあ！カリン、走れ！なんなのあれ？わからない。でも、ここまで来たら安心。うわあ！くそ、一体何なんだこいつら。さっきのやつか。前後で挟まれた。来るなら来い。カリンには指一本触れさせないからな。黒木、うん、こらー、お前たちまたやってんのか。父ちゃん、はあ、よかった、ここにいましたか。え、お前たちまた何か悪さしたのか。してねえよ。赤松兄ちゃんはちょっと脅かしてたけど。まったく、お前たちは。え、子供、こないだ散々怒られたのに反省してないのか。いて本当にすみません、うちの子が脅かしてしまったようで。ごめんなさい。いえ大丈夫です。まさか子供のいたずらだったとは。隠して俺たちは道に迷っていたところを無事保護された。本当にすみません。この小屋は私が子供たちと作った秘密基地なんです。私は大工兼漁師をしているので。じゃあ、あの不気味な看板は？あれは長男の赤松がふざけて作ったんですよ。こいつです。たたりとかじゃなくてよかった。草刈りをしててちょっと目を離したら二人ともいなくなっていて。ちょっと脅かしてやろうと思っただけじゃねえか。これ俺たちが作ったんだぜ、すげえだろ。自慢するなバカタレ。そうやって前にも他の人を脅かしてただろ。それにしてもどうして私たちが遭難していることを。私はここら一帯の地主なんです。何か問題があったらまず私のところに連絡が来ることが多いんです。今回もちょうど山菜採りをしていたあざみさんという方が知らせてくれましてね。神社付近で山菜を取っていたらハイキング客が足を滑らせて下に落ちていったと。え、あれ人だったんだ。うわ、はず。どうかしましたか。いえ、もしかしてあざみさんを幽霊か何かと間違えたのかもな。あの人、神社周りの山菜は誰も取らないから穴場だって言ってたしね。ということは神隠しの話を聞いて私たちが勝手にビビってただけだったのね。みたいだな。神隠し？何ですかそれは。え、だって売店のおばさんが廃神社付近で神隠しが起こるから手をつないで歩くようにって、はあ、それ嘘ですよ。売店の茜さんという方なんですけど、あの人非常におせっかいな人で、若いカップルを脅かしてくっつけようとか、途中にある湖でお祈りすると、そういう浅はかな考えでよくそういうことを言うんですよ。それにあの神社は少し前に移転しただけで廃神社というものでもないかと。そうそう、単に神様がお引越しされただけなので心霊スポットでも何でもないですよ。私たちてっきりたたりか何かかと勘違いしてしまって。いやいや本当に町民が度重なるご迷惑をおかけたようで申し訳ありませんでした。お前たちもしばらく秘密基地に来るのは禁止。反省しろ。まったく、いいじゃんか、俺ら恋のキューピッド役やったのに。そうだそうだ。何を言ってるんだ。こうして俺たちの恐怖のハイキングは幕を閉じたのだった。その帰り道、いやー、飛んだハイキングだったな。っていうか恥ずかしいよ、あの売店のおばちゃんにまんまと騙されて終始ビビりっぱなしでさ。そうね、でもいいこともあったわよ。え？黒木が身を挺して私を何度もかばってくれて嬉しかった。黒木があんなに頼もしいなんて正直びっくりしちゃった。カリン、黒木、ありがとう。
カリン、俺さ、そしてその電車での帰り道、俺たちは晴れて付き合うことになった。数週間後、今度はあれ乗ろうよ。ちょっとストップ。コーヒーカップで目がまだぐるぐるしてる。遊覧船とかショーとかにしようよ。へえ、もっとスリルがある方が楽しいわよ。お化け屋敷は？お化け、私のこと守ってくれるんでしょ？はい。一時はどうなることかと思ったけど、結果的にいい方向に転がって今ではいい思い出だ。はあ、こないだ来たあの二人、今頃ラブラブでしょうね。また初々しいカップルがやってこないかしら。あかねさん、ご視聴いただきありがとうございました。まあ余計なおせっかいになるかもしれませんが、もうすぐ恋人同士になるって人たちを見るとくっつけたくなる気持ちはわからなくもないですね。でもこういう窮地に陥った時の行動って大事な気がします。これでもし自分のことしか考えてくれない人だったら、そんな人と生涯過ごすなんて到底考えられないですからね。終わり良ければ全てよしということで、恋のキューピッド作戦は成功でいいんですよね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。